皆さんこんにちは。さあ今回はこちら GoPro Hero 10の話なんですが、この GoPro Hero 10購入してからしばらく経ちまして、だいぶねいろんなオプションパーツなどもね、各社から発売されてきました。そこで今回は、特にねおすすめするこのオプションパーツを3つ紹介します。うちでもいろいろとね GoPro の、こういった社外品扱ってきたんですけども、その中でも特に、僕の利用頻度高いものですね、そちらを紹介していきます。でまず3つって言ったんですけど、ごめんなさい、最初から実はこれね4つ目がありますね。これですね、はい、これ裏ん地からね販売されている GoPro 用のサイドドアなんですが、ここ見てください。サイドドアの横にこう穴が開いてまして、 USB のタイプ C に直接アクセスできるんですよね。まあ、GoPro Hero 10はですねこう機密性を保つためにこの横のサイドドア何もなくてですね、でデータをアクセスしたりで充電したりするにはいちいちこうドアを全部外さなければならなかったんですが、この裏ん地のサイドドアであればそのままね、充電することもできますし、あと晴れてる日であればね、ミニ三脚とかバッテリー使って給電しながら撮影することもできます。でここにね三脚用のネジ穴が切っていたり、他にもねこのコールドシューが付いているんでオプションパーツも付けることもできます。でここの出っ張りが嫌だよって方でしたら、この出っ張りのない本当にね、このサイドドアに穴だけ開いたやつも売っているので、まあ動画下の概要欄の方でね詳しく見てくれると嬉しいです。でまず最初はこのね裏ん地のサイドドアですね。ちょっとこれ番外編でした。さあそれではですね、GoPro Hero 10にぴったりな、おすすめのね、オプションパーツ3つのね最初に1つ紹介します。それはまずこちらですね。はい、これもね裏ん地の、ミニ三脚ですね。でうちでもねいろいろねこう三脚は扱ってきまして、まあ、こういったものとかねちょっとごっついものも含めていろいろね三脚は扱ってきたんですが、まあ、なんだかんだ言ってね一番利用頻度が高いのはこの、裏ん地のミニ三脚でしたね。いろいろこの三節コンのやつとかも買ったんですけども、やっぱりこれの何がいいってねすごいちっちゃいんですよ。もう GoPro とねこう合わせてもこのくらいのサイズ感しかないので、この2つを持っていけば最悪ねどこでも撮影ができてしまいます。そしてこれね本体足パチッとこう開くと、はい、こんな風にね、立たせることもできるので、机の上の撮影とか旅行行った際にこうね料理とか撮るときにもこれ1個あるとめっちゃ便利です。そしてこれグッと伸ばせば約25センチまで長さを稼ぐことができるので、まあ自分で撮るときもそうですし、ちょっとイベントとかでね高いところを撮るときとかもねこれ1本あるとめっちゃくちゃ便利です。もうね GoPro を持っていくときにはこれを持っていかない日はねありません。 GoPro 自体はねこれ本体立たせることはできるんですけども、角度をつけることができないので、こうね裏ん地のミニ三脚はね必ずと言っていいほど一緒に持っていくね、便利アイテムの一つです。で、二つ目なんですが、こちら、スモールリーグからね、発売されている、GoPro Hero 9-10、どちらも使えるね、ケージになっています。こんな感じで金属の枠の中に GoPro を入れて使うんですけども、ちょっと入れてみましょうか。入れてみると、こんな感じ、めちゃくちゃごつくなりますよね。そして各種に三脚のネジ穴がついていたりですとか、まあ、ここにもね、ネジ穴がついてたり、こういうコールドシューがついていまして、今こうね、水平器つけてますけども、それ以外にもね、この横の方にも、コールドシューがついていて、しかもこれね、バッテリーのこのボックスにも穴が開いているので、このまま USB のタイプ C ケーブルを使うこともできます。そしてこの部分もですね乾燥可能でして、本当ね普通の GoPro とフラットの、穴の何もない標準の蓋もつけることができるので、気密性や防水性を保ちつつこのケージを使うこともできます。はい、で正面はこんな感じですね。こう奥まった位置に、ね、このモニターがあります。で、底面の方にはこんな感じで、さらにフィンガー、マウントと三脚の、ね、ネジ穴も切ってあるので、もうこれをつけるだけで、ね、いろんなところに GoPro を、設置したりですとか、他のカメラの、ね、製品三脚ですとかそういったモードの、ね、汎用性が非常に高くなります。でなんでこれつけるのかと言いますと、一番は GoPro の保護ですね。というのもやっぱり冬になってくるとね、足元が相当滑りますし、雪とかの、ね、影響でね結構歩いてると、ね、転んでしまうことがあるんですよね。そういった時に、ね、GoPro 落としてしまうと、まあ、一応 GoPro 自体もですねこれかなり対象に規制が強くて、そうそう壊れるものではないんですけども、やっぱりこう本体に傷つくの嫌じゃないですか。でこのあたりはですね、まあ、正直傷ついてもすぐね1200、300円で、このレンズカバーを買うことはできるんですが、この液晶の面とかこの部分ですね、ここからもしねもろに落としてしまって、まあ、もし割れてしまったりしたら、まあね、修理とかでも結構お金かかってしまうので、そういった意味ではこのケージをつけとくことによってこの液晶をね、保護できますし、本体もかなりの衝撃から耐えることができます。僕も実際これつけてね結構高い位置から氷の上にガンガン落として、しまったこともあるんですけども、まあケージには結構傷ついたりはしますが、本体にはほとんど傷がねつかなかったので、転倒するリスクがある場所ですとか、あとスキーとかで使うときにはね、このケージぜひね使ってほしいかなって思います。この上とかもがっちりガードされていますしね。あとまあ使い方自体も特に、どっか干渉することもなくね、本当によく作られた、このケージなので、ぜひねハードに扱う方は1個これを持っておいてほしいかなって思います。ただ、まあ、本体の重量はかなりね、増してしま
まうので、そこだけ、注意が必要です。そして最後に紹介するのがこちら、ちょっと前にね紹介したんですが、ウランジの GP16 っていうのの磁気マウントですね。でこちらの商品なんですけどもね、まあ、詳しいレビュー動画とかは、過去にね何本か上げてるので見てほしいんですけども、こいつはですね、あのいわゆる POV ですか、自分のこう見てる視点で映像を撮るときにはねめっちゃくちゃ便利でして、まあ、これをね、装着して、ちょっと一番後ろにあるこの磁気マウントですね、これを、服の内側とかに入れて、こんな風にパチンと挟んで、この服のね、間に挟んで使うんですけども、そうすることによって、かなりね臨場感のある映像を簡単に撮ることができます。そしてね付属の、こちらもう一個プレートがついていまして、ここにさっきのミニ三脚を付け加えると、胸元についている GoPro を取り外して、この三脚とねこの磁気マウントを組み合わせることによって、瞬時にこう自撮り棒とね、三脚を切り替えることができます。めちゃくちゃこれは便利です。でまた撮影が終わったらこれを外して、胸元にこれをパチンってつけて、で、まあ、これをしまい込んでしまえば、ほんとね旅行の動画はもうこれ1個でいいんじゃないかっていうくらいにすごく便利です。しかもこの GP16 単体でこんな風にマウントがついているので、まあ、こういう風に角度をつけて固定することもできますし、まあ、なんだったら手に持ってもね使うこともできます。でこれ自体もやっぱ磁石なので、まあ、例えばあのガードレールですとか、他にもまあ電柱とかならこれくっつくところもあるのかな、うん、それで金属面にね、つけることができるので、まあ、今でいうところの、DJI アクション2の似た使い方ができます。あっちも磁石で固定するんですが、こっちの磁石はより強力なので、まあ、よりねあの安定して物にくっつけることもできますし、本当ねこれ1個あるだけで撮影の幅ってのはぐっと広がります。まあ、ただちょっと僕もこれね未確認の情報なんですけども、この磁気の影響が GoPro とかそういったものに、ね、影響しないのかって言われると少し怪しいところではありますね。これあの本当ねまだ僕も全く検証しないんですけども、あの他の方がちょっと、使ってて、このね磁石によってこの水平がおかしくなるんではないかってね噂も聞いたことがあるので、ちょっとこの辺は何とも言えないんですけども、そういったところはね少し心配なところはあります。それをね差し引いてもすごく便利なね商品なのでね、ぜひこれは GoPro 使ってる方にはおすすめしたいです。で一時期はねこれ Amazon で在庫切れを起こしたんですけども、今はね復活したので、まあ、動画下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらでもね見てくれると嬉しいです。さあということで今回はね GoPro Hero 10を便利に使うアイテム3選紹介しましたが、どうだったでしょうか。全部ねうちのチャンネルでね、レビューしてる商品ですので、動画下の概要欄の方にねこのレビュー動画の URL も貼っておきますので、そちらでも確認してくれると嬉しいです。あとですね、もう GoPro 使ってる方で、こんな面白いものあるよって方、おりましたら、ぜひね下のコメント欄に書いてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。